直将棋。それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。フレッシャーはないが根性ある中堅アイドル峯岸みなみ。後手、どんなにまずい食事もきつい質問も動じない味音痴アイドル板野友美。高橋、はい、この二人の対局はどうなの。いや本当にお互いを知り尽くしている対決ですね。あ、そうなんや、はい、しかもなんかやっぱ若干似てるんですよ、うん、高橋さんにちょっと負けず嫌いみたいな、うん、あ、二人とも、はい、さあ、ということで先生、これ嘘を見に行けるんですね。この確率というのは何パーセントでしたっけ。 99.9% です。はい、99.9% でございますからね。ちょっとみんな先生のコメントに飽きるのやめてね。あのさ、先生これ言うために来とんやけどさ。それでやっぱリアクションするとやっぱ嫌ですよね。寂しいです。そりゃ寂しいよ。それはが考えてきた質問をご覧いただこう。あの多分4番は思ってる気がしますね、うん、私は。ああ、なるほどね、うん、やっぱり楽屋とかで、うん、あ、なるほど。じゃあ逆にですよ、これ今度、はい、板野から峯岸への質問でこれ気になるのありますか。いや、これいっぱいありますけど。何、うんうん、まあ多分2番は思ってますね、うん、2番は確実に思ってます。何それでは参りましょう、正直将棋、まずは先手峯岸。はい、注目の第一手は AK ビンゴならではのこの質問。4番。これさっき言ってた、ね、あーでもぽいな、はい、ぽいなこれは、うん、それではお願いします。ぶっちゃけ笑いとかいいから粉だけは勘弁してほしい。いいえ。おお。粉だけは？粉だけは？勘弁してほしい。一本。急激ですね。一本超えました。これは思ってるでしょ。これは思ってますね、きっと。これはもう、うん、粉をかぶるゲームに。うんうんうん、自分が参加するか参加しないかを一番に、うん、あの学園に入って気にするんですよ。あー、そうそう、足りないくんとかだったら、あ、今日トモいる、あ、粉あるじゃんみたいな、そういう場面はやっぱりメンバーだから知ってる、見たことがある。どうなんいたのこれは。うん、そうですね、粉嫌ですね。さあ続いてじゃあ後手いたの、うん、違います。あ、そう、2番です。高橋も言ってたやつか。これも絶対大丈夫。完璧？はい、完璧ですね。あと、これは大丈夫。あ、そう。それではお願いします。正直この対決で欲しいのは勝利より尺だ。勝利より自分をアピールする時間だ。尺である。超えた、一歩超えました。でも一つ間違いがあるんです。何ですか。尺と笑いが欲しいんです。欲張りですね。
欲張りだ。だからこう AKB ビンゴとか見ながら、うん、あ使われそうなセリフ発言ってこうなんだって勉強してますよ。いやそれはそれは偉いよ。簡潔に言うんですよね、うん、テロップにバンって出ちゃいそうなことを素晴らしい素晴らしい。じゃあ続いて先手、宮岸。はい。自信あります。おう、おう3番ああ、はい、そうもうやだ。これは確かに。それではお願いします。正直今こんなことをしている暇があったらディズニーシーに行きたい。いいえ。そらそうや、うん、そらそうや。当たり前仕事やもん。今にでも飛び出してディズニーシーに行きたい。そんなわけないよ。そいったー、負けたれよお前。今にでも飛び出してるね。やばい。いやでもあれですよね、あのクリスマスシーズンまだディズニーシー行ってないんで。シーズンだからね。シーズンだから。前々からこの質問考えてたんですけど、今日楽屋であディズニーシー行きたいって言ったからよっしゃーと思いました、ね。そのまま行った。今日も行った。集中しなさい。続いて後手、いたろ。6番。こう峯岸的にはどう思ってる。そうですね、これはちょっと気になりますね。さあ行きましょう。それではお願いします。正直この正直将棋はくだらないと思う。いいえ。まあな、まあな、それはいいよ、それは。そうですね。そんなもんな。そんな一生懸命考えたら、そうですね。一生懸命考えて、こんなこと思ったの違うんかとか、いろいろ考えて、この中、トークを学ぼうとしてるのに、一本さない思ってない思ってない思ってないおい思ってないです。思ってないよ。え？いや、思ってないけど、1日に6本取るほどかなっていう。思っとるやないか、こら。違うよ。続いて先手、宮岸。近々チームを移籍する板野にこの一手。はい、2番。あーなるほど、これちょっと気になりますね。そうですね。それではお願いします。正直熱血秋元才加率いるチーム経営の移籍は不安だ。いいえ。さあ、うん、針はピクリとも動きませんね。うん、おお、秋元才加が嫌いだ。秋元才加は最近しゃくれてきている。いいえ。せーさえました。さえましたね。そんなことはない。はい、楽しみです。逆にそう。で、峯岸はなんでこうやってこの質問を。あのですね、あのマイペース派なんで、うんうん、熱血は大丈夫かなと思ったんですけど、うんうん、すごい安心しました。うんうん、でもさやかは結構トモチに対して不安を持ってるんです、一つ。あ、そうなの。そうなの。え、秋元が、うん、衣装以外の私物のアクセサリーを外してくれるかっていうのないじゃん。それアクセサリー衣装以外の強ったらなんかやっぱダメなの。あ、まあ、デビュー当時から一応衣装以外、衣装の時は衣装以外のアクセサリーはダメっていう、なるほどなるほど、ルールになっております。
そういうルールがあるの AKB って。衣装さんがこうなんか例えば清楚にとかイメージを作ってるものにちょっと派手なのとかつけちゃうと。なるほど。おじゃあ今言っとからもうアクセサリーとか禁止とか、うん、話し合いましょうなんでなんでなんなんちょっとビビってじゃあ続いて後手いったの。峯岸と同じユニットのメンバーに関するこの一手。7番誰かが傷つくパターン、傷つきパターン。お願いします。ぶっちゃけ一日一度は小島春菜にイラッとする。いいえ。これは同じチームですもんね。ノースリーブスをやってますからね。耐えましたね。一本ならず。これ本当ですか。ね、テレビほどおかしい子ではないので。それ何ですか。それテレビでキャラ作ってるって言ってるようなもんですよ、あなた。常識人なんですよ、実は。だからいいよ、そういう風にテレビを面白くしようとしなくて。私がここで盛り上げないとそれシーンと終わっちゃうから、うん、とりあえず、うん、やっぱ尺台ひと山、ひと山とかなんかもういろんな関係がギクシャクしだした。そうやな、うん、まあ小島的には美味しくなかったけど、はい、まあテレビ的に良かったならそれでいいです。いやテレビ的に良くなかった。良くなかった今の。見てこれ反省会。反省後でいいんです、反省とかもね。さあ行きましょう、はい。じゃあ続いて先手峯岸。あの人の意味不明な口癖に関するこの一手。5番。ああなるほど、これは確かに。それではお願いします。笠井智美とは仲がいいが正直知優だけはイラッとする。いいえ。そうやな、うん、耐えました耐えました。一本ならずです。なんかでも、うんうん、イラッとすることもあるんですけど。あるんだよ。もう慣れましたね。もう今はイラッとせんくなって。自由ってどういう意味なのか。いまだにね。それは確かにそう。それを聞いても、うん、自由って言われるから、うん、まあ、そういう時はイラッとします。そうだな、まあ、それはやめてあげて。ちゃんと自由ってどういう意味なんてちゃんと答えよ。自由じゃないよそれはね。自由。おい。さあ続いて、後手でございます。ここはもう続いてこの番組でバンジージャンプに挑戦した峯岸にこの一手。4番。はい、4番出ました。これ は, 高橋、これはアイドルとしてはやめてほしいですね。そうですね、はい、それではお願いします。ここだけの話、バンジージャンプをした時に実はおしっこをちびっていた。いいえ。これやめてよ、お前やめてよ。涙と鼻水と一緒に下からも出てしまった。一本一本イタロの勝利。やだよ、そんな悪方。何ないよ、ないよ、本当にないですよ。めっちゃ下手れや。鼻水と口から、口から鼻から下から出したんか、お前は。
内緒ね。いやいや可愛くないよ。内緒ねじゃないの。